こんにちは、サードラです。今回は8月26日のアップデートで、回連星のリセマラは完全にできなくなってしまったんですが、それでも今できるスキルの付け替えと、合わせて素材の節約術についてご紹介をさせていただこうかなと思います。で、この節約術を使ってるか使ってないかっていうだけで、効率が4倍以上変わってきますので、ぜひ回連星がちりたい方は覚えていただけたらなっていうふうに思うのと、まあ、その方法を使って、まあ、この銀レウスの、まあ、ま、まだ上があるんですけど、スロー 4, 4, であったりえこちらのラスボスボですねまあ、この防具だけでこの連撃さんと弱得がつくっていうめちゃくちゃ強い連戦も引けましたので是非神連成狙っている方はこの方法を使っていただけたらなと思います。<noise> でまずはじめに、スキルの付け替えからご紹介をしていくんですが、今回わかりやすいように、こちらのハイパーウィキ様のサイトをちょっと引用させていただいて説明をしていくんですけども、リンクに関しては概要欄に貼っておきます。えまず、スキルの付け替えで一番重要なのが、ここのテーブルですね。ここが一番重要なんですけども、普段使いで僕がやってる方法だと、このテーブルを、まあ、逆順にして高い方から見てるので、こっちでやるんですけど、えここに、例えば、防具の名前の横に13とか6とか、 とかまあ他にもこんな感じで5とか、えー、4とか3とか、まあ、2とか1とかって数字が割り振られているんですけどもわ、まあ、かりやすく言うとこれがテーブルになりますなので例えばこの1って横に書いてある防具例えばタロスとかランゴとかランポスに関してはテーブルが一緒になるんですよねなので、えー、抽選結果が一緒になる防具になります逆にこのインゴットとタロスはこの2と1なんでテーブルが違いますよっていうのがここで わかるんですけども、覚えにくいって方は基本的にはレア度別で分かれてるのがほとんどなんで、それで覚えてもらって、ちょっと例外があるぐらいでも見ておいてもらうといいんですが、この数字が同じ範囲内であれば、付け替えがまずできるようになっております。じゃあその付け替えの方法についてご説明していくんですが、まず事前準備が一つだけあります。オプションからオートセーブを、えー、オートセーブしないで切っていただく必要がありまして、これをした後に、一回だけこちらのセーブですね。 これをしていただくっていう、これが事前準備になります。これさえしてもらえれば、今回ご紹介する方法は全部できますので、これが事前準備ですね。これ以上は特に何も必要ありません。じゃあ実際にやっていくんですけども、今回はじゃあ,まあ試しにラスボスの腰でやっていこうかなと思います。で、回連成をやって、まあ結果がこんな感じですね。1回目がじゃあ防御力プラス2の水耐性マイプラス2の非マイナス5が出たんですけど、 じゃあ他にもう一回ですね。ちょっとまあスキルがついた方が分かりやすいので、スキルがつくまでちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ2回目ですね。あ、したらいいですね。これで2回目で、そしたらこちらで渾身のプラス1が出ました。で、例えば、じゃあこの渾身のプラス1が、ラスボスじゃなくて、別の防具につけたいってなった場合なんですが、まず、えー、ゲームを終了します。僕は、 え押し間違いが怖いのでホームボタンを押してここから X ボタンで終了っていう風にするんですけどもまあロード時間がちょっと多めに入ってしまうのでもし時間効率気にする方はここからゲーム終了でセーブしてタイトルに戻りますのところをいいえにしていただいてゲーム終了していただくとこっちの方が早いんですけども押し間違い怖い方はホーム戻って X でゲーム終了でいいかなと。 思いますでそしたら今セーブをせずにゲームを終了しましたのでま連、あ、成を回す前の状態に今戻っているんですよねでここで先ほどのテーブルの話になってくるんですけども今回したこちらですねラスボスの防具のテーブルは6になりますなので例えばじゃあ次え金レイヤーの防具ですね同じ6のテーブルなのでこちらで連戦を回していくんですけど えまず1回目ですね。1回目はスキルがつかなかったと思うんですけど、えこれで一緒ですね。先ほどえ、ラスボスの腰でやった結果と全く同じものが出ます。で、まあ、防御プラス2、非マイナス5の水耐性2っていうのがさっきと同じの出てるんですけど、次じゃあ2回目ですね。先ほど2回目でラスボスの腰から渾身のえプラス1が出たんですけど、次金レアでも2回目回すと、 こちらですね。こんな感じで同じ結果が出るようになってます。なので、これでテーブル内が同じであれば、結果が一緒になるので、セーブせずに戻れば、他の防具に付け替えができるっていうのが、このやり方になるんですが、これを使うと何がいいかっていうと、例えば、連撃が別に欲しくない防具。まあ、実際に僕があった例でいくと、 え、こちらのラスボスの防具ですね。これにもともと連撃をつけたいなっていうのは思っていたんですけど、これが他の、こちらですね。銀レースの防具の回連性回してるときに、連撃プラス1を引いちゃったんですよね。で、銀レースには連撃じゃなくてスロット欲しいなと思ってたけど、連撃プラス1を捨てるのももったいないなと思ったので、その時に、えー、さっきの方法で、えー、セーブをする前に戻って、 えー、改めてこのラスボスのところで回し直して連撃を付け替えてこの防具だけでレベル3漏れるみたいな防具を作ったりっていうのができるので結論言うとこの付け替えを覚えておくと他の防具で回してて捨てるのもったいないなっていうのが出た時に他の防具に付け替えができるようになっております他にも逆にこのラスボスの腕ですね回してる時に福間共鳴がマイナス1の代わりに スロット3つ開きますよっていうのを引いたのであだったらこれ銀レースにつけたいなってことで先ほどの付け替えを利用してこちらですね銀レースが非属性攻撃強化がいらないのでマイナスさせてもらってその分スロットが2つ開くっていう連戦を付け替えたっていう感じですねこんな感じで非属性強化マイナス1のスロット3つ開きっていう風に付け替えをしたのでこれが もし付け替えをしてなければ、この福間共鳴がレベル1に下がって3つスロットだったのを銀レースに付け替えて、いらない非属性マイナス1のスロット3つ空きっていう風に変更したっていうのが、まあ基本的な付け替えの使い方ですね。これは覚えておいていただいた方が、まあ、無駄なく紙連勢を別の防具に引き継ぐことができますので、かなり便利なんじゃないかなと思います。注意点としては先ほどご紹介した同じテーブルの範囲内でしか付け替えができないので、そちらが注意点ですね。 そしたら次に素材の節約術についてご紹介をさせていただきたいんですけども節約術に関しては、まあ、分かりやすいようにやりながら説明をしていきますで、まあ、先ほどのテーブルを利用したやり方になるんですけどもまあ、じゃあ例えばこのラスボスの次足ですねこれの階強化をやっていくんですがこれをじゃあ,まあ分かりやすいように5回回していきますでこれ1回回すのに正規連泊の評価値が80いるんですけどまあこれでじゃあ1回目 回しますで結果はさっきリセットしたんで1回目はスキルなしですねじゃ次に2回目回すんですけど2回目は渾身のレベルプラス1じゃあ次ですね3回目え風圧耐性で4回目、まあ、スキルなしで5回目ですね、えー、回すとえこんな感じで逆襲のプラス1っていう風に スキルがついているんですけど、まあこれ分かりやすいようにテロップでスキルついた順番は載せておきます。でそしたら、ここから節約術の説明に入るんですが、もしまあさっきの5回で欲しいのが出てればセーブして終わっていただいてそれで終わりなんですけど、まあ、欲しいのが出なかった場合はさっきと一緒でゲームを終了します。はいでそしたら今、まあセーブする前にまた戻ってますのでえ、さっきの5回回す前の状態に今戻ったんですけども、これで、 次やっていただきたいのが、レア度が低い防具を5回回していただきたいんですよ。なので、まあ、今回だったら僕、インゴットでやるんですけども、まあ、レア度が低い防具でやる理由としては、この正規連泊のえ必要コストがこっち20なんですよね。なので、少ない回数で同じ5回回すことができるようになってます。で、これでじゃあ次5回回していくんですけど、まず、大前提として、まあ、今1回目で支柱にかつ出たんですが、テーブルが インゴットとラスボスでは違うので違う結果を見ることができるようになっております。で、まあじゃあこれ受け取って、まああと4回ですね、回しても同じように5回回していくんですけど、まあこれでまあ見てもらって分かる通り、まずこれ大前提なんですが、まあこんな感じでさっきの錬、えー、成と違う結果が出てるのは見てもらって分かるかなと思います。まあ理由としてはテーブルが違うからですね。で、これを5回回していただいて、まあじゃあ終了するんですけども。 まず、ここで一つ覚えていただきたいのが、え例えば、ラスボスの10回を回していいのが出なかったとしても、テーブルが違うやつを10回回せば、そっちで紙引きができる可能性があるので、もし少しでも無駄なく回連性回したい方は、こちらのテーブルですね、上から、まあ、例えば、じゃあラスボスの6番回していいの出なかったから、次13番も、その素材数使って回して、で、またいいの出なかったら、セーブせず切って、次5。 とか4とか3とか2とか1とかっていう風に、えー、全部まあいい連製が弾けるまで引き直しをしてもらうとまあ同じ素材数でもテーブルの数分だけ引き直しができるのでまあ無駄なく連成の素材を消費できるんですけどここからさらに美味しいのが、えー、レア度が一番低い防具評価値20の防具で終わった場合なんですけど今単純に元々だったら 80×5 で400ポイント ですね、消費して回した分がえその分はリセットされて 20×5 のえ100消費だけでえ5回回し終わってる状態になってると思うんですよねこの状態で、まあ、セーブをしていただきますじゃあもう一回ラスボスの回連性を1回目から回してみるんですけど先ほど1回目はスキルがつかなかったと思うんですよねでこれで見てもらうとこんな感じで結果が変わります、まあ、今回1回目でトイシ使用高速化のレベル1が ついてるんですけどでここでまあお伝えしたいのが、例えば最高レアのやつを5回回して、まあ、セーブ前に戻って、その次に最低レアのやつを5回回して、それを確定してしまえば、ラスボスの方のテーブルも5回進めたっていう扱いになるんですよね。なので、結果が変わります。なんで、普通にラスボスのやつガーって回して確定ってしちゃうと、えその分、まあ、 80× の回数分消費するんですけど、それを1回セーブ前に戻って20のやつで同じ回数回して、セーブしてもらうことによって、素材消費量を80から20なんで4分の1に抑えて回すことができますので、もし外れを引いた場合であっても、1回セーブ前に戻ってレア度低いやつで同じ回数回して、セーブをしてもう1回回回し直すっていうのをするとかなり効率的に回連数を回すことができるようになってます。で、 まあさらに効率を求める方はさっきお伝えした通おり、まあ、テーブルごとに抽選回数を回してもらうとそれ全部。 対象ににななななりますすすのののででででででこれで、まあ、実質的なリセマラじじゃないいいけど素材の節約っっってててうううは大きくできくるるよ感ねで今回、まあ、できるだけちょっとわかりやすいようにテロップとかも入れながらご説明をさせていただいたんですけどももし、まあ、説明わかりにくいところとかちょっとここがどうなのっていうふうに質問があればえコメント欄で書いていただけると嬉しいですで、これからもサンブレイクの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたしますバイバイ